ながら山トンネル、ながら山トンネル、ながらトンネルは、いずれも滋賀県大津市と京都府京都市山品区の間にある、ながら山、標高354メートルに掘削されたトンネルで、概要は以下の通りである。なお、琵琶湖疎水、第一疎水の第一トンネル、別名、ながら山トンネルについても、本校で記述する。琵琶湖疎水の第一トンネルを参照。 JR 西日本湖西線の山品駅と大津京駅の間、起点山品からのキロほど1キロメートル762.5メートルから4キロメートル800メートルの区間にある全長3037.5メートルの鉄道トンネルで、山品側には3つの出口があるのに対し、途中で合流し、大津京側の出口は1つとなる変形トンネルである。1967年9月10日に、 着工、1971年4月16日に貫通し、湖西線開業の1974年から使用開始された。トンネルの出入り口の両側はバラスト軌道であるが、トンネル内はスラブ軌道となっている。なお、トンネル自体は、東海道本線、琵琶湖線の新大阪山トンネルと同様に、全区間が大津市内にある。山品側の出口は3つであり、 さらに新大阪山トンネルの4つの出口と絡み合っていて複雑になっているため、ここでは山品駅からの線路配置についても説明する。山品駅には線路が6線あり、北から順に、琵琶湖線上り外側線、湖西線下り線、琵琶湖線上り内側線、琵琶湖線下り内側線、湖西線上り線、琵琶湖線,線,美線下り外側線となっている。 琵琶湖線の福々線は、それぞれ10パーミルの上り勾配で、山品駅から新大阪山トンネルへ向かうが、湖西線は、琵琶湖線の、さらに上層を高架でまたぐため、山品からのキロほど、以下、単にキロほどと印例キロメートル500メートル付近で、湖西線、下り客車線が上り18パーミル、湖西線上り線が上り16パーミルとなる。そして、 キロほど1キロメートル600メートル付近で、古西線と琵琶湖線の線路が交差し、古西線、下り客車線は下り11パーミル、古西線上り線は上り1パーミルとなり、キロほど1キロメートル760メートル付近で、トンネル航行となる。一方、キロほど1キロメートル300メートル付近で、琵琶湖線上り外側線から、古西線下り貨物線が分岐し、 分岐の際の制限速度は、時速 60km、キロほど 1km640m で、トンネル航行となる。なお、この湖西線下り貨物線は先日した、湖西線、下り客車線の上り18パーミルを避けて、上り8から10パーミルで、トンネルに侵入するルートであり、勾配を緩和し、牽引定数を確保することで、重量のある列車が通過できるように設けられている。 五西線下り列車は、普通電車、新快速などは、下り客車線を通るが、特急や貨物列車は、下り貨物線を通る。下り貨物線は、高架下から、上り8パーミルで、トンネルに進入。一方、下り客車線は、高架上から、下り11パーミルで、トンネルに進入し、約300メートル先で、下り客車線が上り8パーミルとなり、 キロほど2キロメートル035メートルの位置で、下り客車線と折り貨物線の各単線トンネルが合流し、線路も合流して、単線トンネルとなる下り貨物線から合流する場合の制限速度は、時速60キロメートル。その後、上り8パーミルのまま左カーブとなり、キロほど2キロメートル700メートル付近で直線となる。そして、キロほど2キロメートル862メートルの位置で、 下り線と上り線の各単線トンネルが合流し、伏線トンネルとなる。その後、キロほど3キロメートル650メートル付近で、上りにパーミルとなり、キロほど4キロメートル400メートルの付近からの半径1400メートルの右カーブを経て、大津系川のトンネル高校へと至る。一方、上りの進行方向から見た上り線は、下り線と分岐するまでは、 同じ伏線のトンネルで、キロほど3キロメートル650メートル付近で降り、8パーミルとなる。そして、途中から左カーブ、半径1000メートル、反対側の下り線は、直線となり、キロほど2キロメートル862メートルの位置で、下り線と分岐し、単線トンネルとなる。その先に右カーブ、半径800メートル、制限速度は、時速115キロメートルがあり、 カーブの途中で折り1パーミルになった後は、直線のまま山品川高校に至る。上下線とも、大津系川の出口付近にある、カーブ、半径1400メートルの一部区間の制限速度は、時速125キロメートルである。工事は定説しるべこ先進上部半断面工法を基本とし、1967年、昭和42年9月に、 山品川の高校から掘削を開始した。なお、キロほど3キロメートル800メートル以北は、大津系川の高校から掘削する予定であったが、北大津の設計競技に手間取ったため、結果的に山品川からの片押しで施行し、1972年、昭和47年9月に完成した。長良山トンネルの下り貨物線はキロほどに、平方キロメートル零零メートル付近で、 弱光寺の地下を通過し、弱光寺の重要文化財の石仏より南西に約18メートル、地下約17メートル、直線距離で25メートルの位置を掘削することになった。そのため、葉っぱ等の振動で重要文化財を損傷しないよう思考を進めることが求められた。思考の際の葉っぱ振動の影響を調査するため、弱光寺より手前の箇所の施工時に 葉っぱの際の薬物の量や振動の大きさを記録し、石仏接近部の施工時にどれだけの振動が生じるかを計算式から推定を行った。推定、検討の結果、石仏の重要性や予期しない加速度の発生を考慮し、石仏付近の最大加速度を25ガル、振動3程度以内にするというかなり厳格な目標値が定められた。シルの作では、 一葉っぱごとに振動を測定しながら、掘削を進めた。しかし、石仏に接近するにつれ、石仏に与える振動が、目標の25ガルを超えるようになったため、キロほど2キロメートル006メートル以降では切り葉を上下2段に分けて、葉っぱを行う2回打ちを実施したり、大きな振動が発生する心抜きでは、MS ライカンを使用するなどし、振動の軽減に努めた。 シルベコウ掘削後の紙判断面の掘削では、シルベコウ掘削時に得られた測定結果も参考にし、薬物の量を制限しながら、掘削を進めた。最終的に、シルベコウの掘削は1968年、昭和43年8月6日に、紙判断面の掘削は、同9月13日に無事を得た。長山トンネルのキロほど2キロメートル700メートル付近で、 下り線上り線と琵琶湖疎水の第一疎水の第一トンネル、第二疎水の連絡トンネルが交差し、最も接近する部分では、下り線と第一疎水との距離が6.43メートル、下り線と第二疎水との距離が8.40メートルしか離れてない。そのため、トンネル施行や開業後の列車通過の振動が、琵琶湖疎水に影響を与えないよう、 京都市水道局と協議が行われた。協議や調査の結果、琵琶湖疎水の両トンネルは古いレンガ巻きでトンネル指向や列車通過の振動に耐え難いため、1968年、昭和43年2月から同6月まで第一、疎水の200メートルの区間、同10月から1969年、昭和44年3月まで、 第二疎水の120メートルの区間で、レンガ巻きを取り壊しコンクリート巻きにする等の改築補強工事が行われた。また、本トンネル施行の際に発生する振動の最大許容値も定められ、補強区間、コンクリート管区間では、加速度2万ガル、非補強区間、レンガ管区間では、加速度2000ガルと定められた。本トンネルのシルベ港の掘作では、 1968年、昭和43年12月12日、キロほど2キロメートル610メートル付近での葉っぱで、琵琶湖疎水の非補強区間で最大許容値を超える2285丸が記録されたため、翌日13日からは、シルベ港を上部、下部の2階に分けて葉っぱする処置が取られた。その後は最大許容値を超えることなく、 気保境区間との距離が離れるにつれ振動が減少してきたため、同16日のキロほど2キロメートル630メートル付近からは、再びシルベ港を一度に爆破することとし、掘削が進められた。その一方、キロほど2キロメートル632メートルまでの岩石は主に年番岩で、2キロメートル635メートル以降は石英半岩となり、年番岩から、 石英半岩の眼界に入った際に伝わる振動が急に大きくなることが事前に分かっていた。そのため、掘削工事が琵琶湖疎水との交差部に差し掛かった際には補強区間に伝わる振動が最大許容値の2万ガルを超える懸念があったため、振動が大きくなる区間からはプレスプリッティング工法で施行されることとなった。また、どの程度振動が減少するのかを検証するために、 予備実験が行われ、同19日からこの広報で試行が進められた結果、予想より、はるかに小さい値に振動を抑え、掘削を進めることができた。このようにして、最も接近している下り線と第1疎水との交差部の掘削は無事通過し、第1疎水より、さらに地下へ2メートル離れている、第二疎水にも影響を与えることなく通過した。 シルベ港掘削後の上部判断面の掘削でも、最終的に、非補強区間に与えた振動が最大400がある、補強区間に与えた振動が最大5000があると、シルベ港よりも小さな値で試行が進められた。また、この交差部の掘削を終えた後に、ビワ湖疎水のトンネル内で詳細な調査が行われたが、特に異常がないことが確認された。西大津バイパス。 琵琶湖西縦貫道路の富士屋町ランプと三子山ランプの間にある全長1305メートルの道路トンネル。1980年から暫定2車線で供用開始した。このトンネル自体も鉄道の良山トンネルと同様に全区間が大津市内にある。道バイパスの4車線化工事の一環として、供養中のトンネルの北西、山側に、 全長1309メートルの別のトンネルが建設され2008年2月末に貫通した。4車線化後は従来からのトンネルは山品方面専用。新しく建設されたトンネルは坂本方面専用として現在共用されている。また、長原トンネルの坂本側には三条トンネル、山品方面域は全長131メートル。 坂本方面域は全長128メートル及び宇佐山トンネル。山品方面域は全長450メートル。坂本方面域は全長500メートルがある。これらも長原トンネルと同様に以前は暫定に車線で共用されていたが4車線化のため、北西、山側に新たなトンネルが建設された。琵琶湖疎水の第一トンネル。 長良山トンネルは、大津市と京都市山品区の間にある全長2436メートルのトンネルであり、長良山を貫いている。後期短縮のために霧葉を増やすための縦高シャフトが2カ所にあり、大津川の高校、トンネル入り口から1695メートルの位置に、第1シャフト、深さ47メートル、2136メートルの位置に、第2シャフト、 深さ20メートルがある。また、京都方向へ一3000の下り勾配となっている。古西線のながら山トンネル、前述の建設に伴い、一部区間の改修や、経路変更が行われている。詳しくは、琵琶湖疎水との交差部分及び、琵琶湖疎水、古西線建設による改築を参照。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。